北海道伝統美術工芸村は、北海道旭川市にある美術館群の名称。国際染色美術館、雪の美術館、有価良識工芸館の3つの施設で構成されている。所在地は、北海道旭川市南が丘三丁目一の1。1980年に、木内彩により、有価良識工芸館が完成。1986年に、 国内外の染色工芸品を展示する国際染色美術館が開館し、1991年には雪の美術館が開館。これら3棟の施設を総称し、北海道伝統美術工芸村として運営がスタートした。1991年の雪の美術館、春行直後にバブルが崩壊、同時に深川市と旭川市。 高須町と旭川市を結ぶ道自動車道が竣行したことも相まって国道39号、国道12号を通過する観光バスの数も減少するなど観光客は減り続けた。当時の運営会社だったエルムの債務超過から2004年に競売にかけられた後2005年に当時の日本薬膳が落札、社名を北海道伝統美術工芸村に改称し、 運営を行っていた。営業当時は、工芸村専用無料バスが市内を運行、その他3つの施設を自由にいる体感できる参観、共通券も販売されていた。その後に2016年12月1日に国際染色美術館と有華良式工芸館が長期休館することとなる。12月12日、旭川地方裁判所に破産を申請した。 2019年には、旭川市が、存続検討を行い、一般社団法人、大雪か無意味たらだもが、観光文化拠点としての活用法人を打ち出したほか、旭川市と不動産、携帯電話販売事業を経営するハスコムグループ、等による、財団法人、栄光財団が、運営再開を前提に施設取得を検討し、2020年3月時点では、 財団が休館中に施設の取得や一部施設の博物館認定を目指す方針を発表していた。一方で、6月には唯一営業を継続していた、雪の美術館が2019新型コロナウイルスに伴う経営悪化により、運営企業の撤退で閉館となり、以前から売却交渉が行われていた2施設と合わせた財団への継承に関する交渉も停滞。 2020年7月末には3施設の取得を断念し施設取得に関心を示す。他の事業者もないことから、施設存続に向けた動きは白紙化されたと報じられた。2021年8月18日には、鶴葉ホールディングスと旭川市内の SD 建設と同外大手企業一社の計算社に売却する方針が再建者集会にて報告された。ありがとうございます。